市川海老蔵として最後に語った口上が泣ける市川海老蔵。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが10月22日に今日の口上のタイトルでアメブロを更新。海老蔵最後の舞台での口上は、普段は準備してご挨拶いたします、しかし今日はあえて準備せずにその時に感じたこと、お話ししたいことを話そうと思い臨んでみました。何を話したのかはっきりと覚えてませんが、今の自分の気持ちと海老蔵という名への思いは、そこにいらした皆様に伝わったかなと感じています。実際に語った口上、10代目坂東三津五郎さんから、エビという生き物は何回も脱皮して大きくなっていく、新海老蔵も何回も脱皮して大きな役者になっていただきたい、脱皮できたかどうか大きくなれたかどうか分かりませんけれども、精一杯その時代を生きたのではないかなと感じています。ブログコメントは、海老蔵さん最後の口上心に染みました、舞台上から客席前方を開演直前に一瞬蝶が飛び回っていて、真央さんも見に来ているんだって胸が熱くなりました。段取りも大事ですが、今の思いを気持ちを素直にお話しして感じしてもらう、一番分かってもらえますね。普段はあまりご自身のことを多くを語らない印象のある海老蔵さん。海老蔵さんの人生がご自身から発せられるお言葉に涙が溢れました。その他、感動した内容のコメントが多かったです。市川海老蔵として最後に語った口上が泣ける市川海老蔵でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。